ルクでジェネラルからお送りしております。フットボールファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。インターナショナルリーグ第9節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。さあ、いよいよキックオフです。壁パス、取り損ねた。遮断なパス交換、スジラード・ミネメス。ヤンムラシュート、ベネフ。ヘッドでつないで、アレザノ。これはちょっと危険なプレーでした。スナルス、ビリオド、シスロー。ワン・ツー、スジラード・ミネメス。なんてアートな。さあ、もう一度見てみましょう。スジラード・ミネメス、ピッチを駆け上がる。アレザノ、スローインです。いっけいっけ、ドリブル、つながればチャンス。マリエツ、コーナーキックになります。素晴らしいゴールです。攻撃の手を全く緩めません。スロー VTR でご覧ください。ヤンムラ、前半あと10分です。預けてヘッド、よく前を見ている。ビリオド、バニス、ヘッドパス、シュート。前半戦終了です。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は2対0。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか？そうですね、もっと早い展開の攻撃を意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半戦開始の笛です。これはちょっと危険なプレーでした。マルエツ、イエロー覚悟のプレーでしょうか。
シルベ。ヘッドでパスを送る。後半5分経過しました。スバンコク。ピッチを駆け上がる。キラーパスになるのか。スジラード・ニネメス。これをアンビリバボール、ゴール、スーパーゴール、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 ミラクルゴール。得点は3対0。ゴール前での模様を今一度ご覧ください。交代選手がウォーミングアップを始めたようです。これは気をつけないと。ラン、ヤンボ、味方が探してますよ。フォローが遅いですね。外してしまった。これは決めなければいけない。おっと、選手の交代が行われる模様です。オフサイドトラップにかかった。スナルス、シュート。体を入れてきます。プレスをかけます。おっと、ここで試合終了の笛が鳴りました。圧倒的な強さを見せつけました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。まあ大差はつきましたが、試合内容は悪くなかったと思います。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。